ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのチャーピラーさん、2022年5月28日第17回最後の放送を迎えました。ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのチャービラーさーい。この番組は2人組ユニットダブルフェイスの三振ボーカル担当のエイちゃんと一期一会コーラス担当のマーサーがお送りいたします。普段の活動は皆様に馴染みのある沖縄ポップスや琉球民謡を中心にオリジナル楽曲を織り交ぜながらライブ中心の演奏活動を行っています。最近ではワンセブンライブという配信アプリで世界中の人々に沖縄の音楽を届ける活動も行っています。この番組ではつながるつながろうをコンセプトにリスナーさんとメッセージ投稿コメントでつながり、メインコーナーでは沖縄県内でさまざまな分野で活躍する方を週替わりでゲストに招き、ラジオをお聞きのリスナーさんともつながって大きなゆいまーるの輪を広げていこうという番組でございます。今回はですね、最後の放送ということもありスペシャルなこのお二人が駆けつけてくれました。イエーイ、よっこらしょ、よいしょ、イエーイ、はい、私たちはですね、はい、あのダブルフェイスのこのチャービラサイトの兄弟番組を、はい、FM 那覇さんでやっております。ライバージャパンプレゼンツレンチの南のチャービラタイっていうのをやってる、はい、レンチのです、南です、ユタサルグトゥーニゲーサミラ、はい、本日はよろしくお願いいたします。お二人元気がすごい、ね、元気いいね。やっぱマイクに近づいてしまう、だん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 背中をこうつけとこうと思ったのにずっとこういやいやいや、もうラジオ慣れしてるお二人ですから、そうそうそう、なるべくね、あの程よい距離感で、あ、はい、よろしくお願いいたします。わかりました。はい、ではではでは、両方の番組のタイトルにありますライバージャパンって何って思われる方がいますので紹介させてください。ライブ配信を通じて豊かな自由人を生み出し続けるを理念とし、配信内だけでなく実社会でもつながる価値提供を目指しているライバー事務所でございます。今では僕たちの仲間が8000人を超えたそうです。よく知ってるね、知らなかった、すごいね。事務所の方に教えていただきました。はい、それではレイちゃん、ワンセブンライブについてご説明お願いいたします。はい、ワンセブンライブとはライブ配信を通して世界中の人たちとつながり仲良くなれるライブ配信アプリです。気に入った配信者にコメントを送ってやり取りできたり、ギフトアイテムを送ったり、あなたの応援の形を配信者に直接届けられるのが魅力です。はい、私たちはですね、このワンセブンライブでライブ配信をしながら毎週ゲストを迎えて沖縄と全国そして世界をつなげていきたいと思っております。はい、はい、ありがとうございます。そしてワンセブンライブの検索ページでダブルフェイス沖縄と打ち込めば我々のアカウントページに、そしてお二人の、じゃあ誰から言う、あ、南ちゃんから、あ、じゃあ私はですね、うん、ひらがなでみなみ、そしてローマ字で沖縄って書くと多分出てくるはず、多分、うん、きっと出てくるでしょうね。、うん、検索したことないわけよ。あ、うん、出てくるよ。南沖縄です。この沖縄の方は漢字じゃなくて、うん、南さんの方はローマ字の方で、うん、小文字だね、全部ね、全部小文字です。うん、うん、言ったサルグッドにゲスビルカル、ありがとうございます。してから私はレンチのルーム、あ、まあ、レンチので検索していただいたらできるんですけども、はい、うん、レンチので、ペンの絵文字、ルーム、うんうん、はい、これでレンチのアートルームと読みます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。打ち込めばアカウントページに飛ぶことができますので、はい、ぜひぜひ覗いていただけて、フォローお願いいたします。お願いします。はい、そしてワンセブンライブでも両方の番組がお楽しみいただけます。はい、番組の生放送はもちろん収録の様子も配信を行っています。うん、このダブルフェイスのチャービラ祭はリッスンラジオ、リスラジ、またはスマホアプリマイチューナーラジオから
全国どこにいてもこの放送を聞くことができます。また FM 宜野湾には YouTube チャンネルがあります。リアルタイムで聞き逃した方は後日音声のみとなりますが、放送をお楽しみいただくことができますので、ぜひチェックしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それではこの後夜7時までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。はい、皆さん今日はね、うん、よろしくお願いしますよ。お願いします。もうあれでしょ、ゆるくでしょ、ゆるくです、うん、そうなんです。で、もう今日僕たちはラジオ最終日なので、そうだからよ、ね、最終日なのにやっと兄弟番組らしいことをやってるんで。あ、本当だね。確かに、ね、最後にいや今日はね、キラボって、何コラボ、コラボ企画、キラボって、コラボ企画、コラボ企画ね、うん、ということでもうね、今日楽しく放送やっていこうかなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。ダブルフェイスのチャービラ祭をお届けしています。早速ですがこのコーナー、ダブルフェイスとユンタク足場。このコーナーでは毎週テーマを決めて、そのお題に沿った投稿を紹介するコーナーとなっております。それでは今週のテーマは、お二人がゲストということでフリーとさせていただきました。今日もね、はい、たくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では早速ね、メッセージを紹介したいと思います。はい、皆さん、ハイタイ、ハイタイ、はい、彼氏より足の長さが8センチ長いルミルミです。泣くよ、彼氏泣くよ今。ああ、泣いてる多分。彼が短足すぎるだけですけどね。本日のラジオ放送ウッキウッキです。我が家の洗濯機12年になり、うん、買い替えることになりました、うん、息子は息子2人は、うん、心よく2万円ずつカンパしてくれたのに、うん、残り5万を私が可愛い声でお願いしても、うん、買いません、買いません、買わないってばよの一点張りの私の彼。あら、先月沖縄に行った時、うん、ベロベロに泥酔し、うん、夜中に一人で運転し、うん、ホテルまで行く途中で、うん、コンビニに寄り、うん、仕事でもないのにトイレ解除までしてあげたことを全くなかったことにしようとしている、うん、あのタチーム。名前出した。言った言った言った。買ってくれよ。買ってあげようよ、もてつさん。で、うん、皆さんは朝起きたら歯磨き派？それとも朝食後に歯磨き派？と来ております。最後のこれいるから。どういうルミルムさんのメッセージです。なるほど、ね、はい、急に変わったね。はい、ということでルミルムさんありがとうございます。毎度毎度こういうメッセージなんです、ね、いやめっちゃウケる。面白いね。 でもあの先ほどなんか一覧のこのうんうん、うん、コメントで、うん、なんか電気屋さんにいるって言ってましたよ、ね、あ、えっ、もう買えるってことじゃん。もう買ってもらってるんじゃない？ねえ、うん、イエーイ、よかったね、よかったよかったよかった。で、皆さん朝起きたら歯磨きだったね。僕は朝起きたらすぐ磨く、磨きます。あ、私もですね、はい、私2回ですね。あ、そうそうそう、私も2回磨きます。朝起きて1回磨いて、とりあえずご飯食べて30分後ぐらいまた磨く、また磨く、そうそう、出る前に1回磨くっていう、大体2回ですね、朝ですね。うん、フリーすぎるな。まさかの歯磨きね、聞かれるとも思ってなかったな。まあいいけどね。あ、いいよ。あの、昨日突拍子もなく好きな野菜なんですかって彼氏さんの方から聞かれたんでね。あ、そうですね、うん、私たちのラジオの方で、ね、あ、そうなんだ、ね、びっくりしたよね、いきなり野菜、うん、今日パン屋さんだけど、そうだな、野菜そうか、パン屋さんだったか。うん、そう、好きな野菜は何ですかと。あ、うん、まあいいか、うん、あ、なんか、ルミルミさんありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いていきましょう。じゃあ、はい、レンチの読みますね、うん、はい、エタニ、ミナミ、はい、レンチの、はい、そしてマーサー。ハートがいっぱい見える。もう分かっただろ、これで、うん、分かったな、分かったな。ハイタイ、ハイタイ。
開催、はい、今回は最終回&スペシャル回ということでめっちゃ楽しみにしていました、はい、4人でわちゃわちゃ楽しいだろうな。コラボ企画もあるし絶対応募して4人のサインと写真ゲットするんや。頑張れ頑張ってね。4人のサイン持ってるけど何個あってもいい、私に当ててね。笑い、ちょっとえ、うん、あ、最後熱っチャービラさんは最終回ということで配信でしか会えない私にはとっても寂しいけど、うん、またいつかの復活を楽しみにしておきます、うん、あ、リアルでも会えるように頑張ろう、うん、思いを伝えるとめっちゃ長文になっちゃうからこの辺で。みんな大好き、ではまたよ。ありがとう、ラキちゃん。ラキちゃん、ありがとうございます。ラキシュウさん、うん、まあ、出てるね、いっぱいね、愛情が、あのラジオなので、うん、あの手の仕草はいいからいいの、うん、なんで、あ、違う、これ基本だから。そうそうそう、これは私たち喋る時のこと、あやかす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 、止まれって言われたら難しいわけよ、うん、難しいか、はい、口でも手でも表現してるんだね。そうよ、表現豊かですから私たちは。そうよ、体全体使って表現するのがいいことですよ。たまに手がマイクにぶつかってカンっていう。それやめてよ。本当にそうなんです、放送事故よね。ね、放送事故。あ、笑いすぎて私額がマイクにぶつかりますから。たまにいるさね、たまにいるさね、全校生徒の前でゴンってやるから。いるいる、京都先生、京都先生。じゃそんな感じで、そんな感じで、そんな感じで、ダメです、行きましょうかね、ゴンと行きましょうかね。はい、もう次行っていいですか。はい、じゃあ南が読みます。はい、えい、エイタさん、マーサーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。リスナーの皆さん、こんばんは。初めてのお手紙、初めてのお手紙書いてみました。ほう、去年の11月に初めてダブルフェイスの17ライブを見てから感動して2週間くらいでアーミーになったほうカルアです。あ、カルアさん、えー、ありがとうございます。ありがとうございます。リスナーが沖縄の人ばっかりで不安すぎて、うん、アーミーになっていいかインスタに DM したのが懐かしい。来ましたね。でも意外に沖縄のことばっかりじゃないんじゃない？うん、いや違うよ、ね、うん、ね、うん、県外の方多めに、いろんなイベントに参加したり応援してきたお二人が全国でライブ開催できる日が待ち遠しいです、うん、そんな時はぜひ、なんもない福井県ですがぜひ来てくださいっておっしゃってますよ。あ、嬉しいです ね、 嬉しい。その前に沖縄に行って二人の歌を生で聞きたい、うん、嬉しい、うん、と、待ってよ、これはね、きっと待って、思ってって書きたかったんだと思うよ。あ、思う、うので、うのが入ってきた、うのが入ってき た、 てきた、うん、実現できるよう仕事に励みます。これからももっと熱くなるし大変だと思いますがお体大事にして頑張ってくださいねって。以上、カルアさんでした。ありがとう、カルアさん、ありがとうございます。嬉しいね。だね、いや、もうどこにでも行きたいよ、ね、本当よ、うん、うん、いいよ、どこまでもついていくよ私は。あんたついていくわけ。あ、MC でついていきましょうかね。あ、そうかそうか、面白い。あ、埋設の方、あ、埋設の方ですね。はい、ドラえもんだ、ドラえもん、必要だよね、必要だよね、うん、連れていく、連れていく。あ、そうですか。あ、じゃ、あの旅行カバンに入れてもらって、あ、そう、ね、いいですか、入るかな。入るかな、どのカバンがいいかな。そうだね、1週間用ぐらい用意しといて。最近のカバンでかいから大丈夫だ。入るって。身長はみなみちゃんと一緒だからね。あ、そうですね、うん、じゃあ何これ、めもういつ行くの。あ、いや次、あれ、こうでしょ。あ、はい、はい、こうでしょ。絶対伝わらん。はい、僕です。はい、そうです、はい、ダブフェさん、そしてゲストのみなみさん、はい、れんちゃん、はい、リスナーさん、こんばんは。こんばんは。これはもう神神回ですね。わ、もうめっちゃ噛んでる。それはそれですね。こっちの方の神、それとも口で噛む方の髪。あ、そっちにしちゃった。ああ今のところまだ大丈夫でしょ。大丈夫、大丈夫だね、うん、はい、では続きまして、はい、テーマですが、うん、行ってみたいところ、あれ、1週間遅れのダディです。あの1週間前の我々のテーマが、行ってみたいところだったんです。行ってみたい、そうそう。いつそのテーマだったんかな、ちょっと今びっくりしちゃった。先週、あの、あ、やべって遅れ忘れたってから今日来てるんだな。あ、なるほどね。で、行きたいのは
5年後の我が家かな。ダディさん今家建ててて、そうだそうだそうだ、震災がね、うんうん、報告もあの毎週してくれてて、先週報告した、あ、昨日報告したね、昨日報告したね、うん、私たちね、うんうん、でその頃の後悔を今の家作りに全て反映して完璧な家を作りたいですねということで、楽しそう、ね、なんせマイホームは3回作らないと満足なものができないらしいので、3回もそうだってよ、そうよ、そうだってよ、こここうすればよかったっていうのがやっぱり出てくるのね、そう、ね、聞いた聞いた、私5回って聞いたけど、5回って聞いたことある、そんなに、うんうん、だってでもやっぱり爆発を踏まないとダメなんだって、そうなんだ、うん、いろんな人の話聞いてじゃダメなんだね、うん、こんな人がいいよあんな人がいいよって聞いてからじゃダメなんだ、うん、ねえ、ね、お金いくらあっても足りないね、彼は、彼はどうするかな、一回1個目段ボールでいいんじゃないじゃん、そうだね1個目段ボールでこんな感じかなで生活してから、うんうんうん、2回目はじゃあ何する、レンガにする、あ、いや、ね、3匹の小豚みたいな、そうだね、そうだね、だんだん段階を踏んでいきます、だんだん段階を踏んでいきます、最後に上等を作ろう、うん、それがいいかもしれない、あの続き読んでいいですか、まだありましたね、まだあります、ダメダメ、週にメッセージ送るのが日課なんですからねっていうことが、あの、うん、我々のラジオが終わるっていうのをね、先週、はい、ご報告させていただいたんですけど、はい、でますます応援してますから引き続き頑張ってください、ダディでしたということで、ありがとうございます、ダディさん、嬉しいね本当に、いやでも最終日だけどね、まだまだこれからまたあのラジオのね、うん、お話が出てくるかもしれないのでね、うん、その時はまたあの応援ねしていただけたらと思います、いや嬉しい、ダディさんありがとうございます、ありがとうございます、はい、では続いていきましょう、はい、えいちゃん、まさ、みなみ、れんちゃん、はい、沖縄好きのリスナーの皆様、内地からハイターイ、ハイターイ、天の弱のメグだよ、メグちゃん、ありがとうございます、コラボ企画最終日だね、うん、ワンセブンライブ視聴するようになって今日で300日目だよ、すごっ、最初にミナミーと出会ってそれからダブルフェイスとレンちゃんを紹介してもらい、今ではどっぷり沖縄枠にハマっているね、嬉しいね、うん、うん、ミナミーには友達以上親戚未満って言ってもらえて幸せだよ、うん、まだ沖縄に行けてないから、うん、実際に会ったのは福岡に帰省してきたレンちゃんだけなんだけどね、あ、そうだね、うん、ダブルフェイスラジオ最終日に爆弾報告だるね、爆弾だね、うん、南ラブが強い私は旦那さんと息子に頼み込んで、うん、わさび、はい、沖縄ライブに行く計画をしてます、うん、あれ、これが、あ、これないって言ってんかった、爆弾報告ってこと、爆弾報告で確定じゃないから内緒で行って驚かせようと思ったんだけど、毎日ワクワクして黙って入れられなくなった、あ、知ってしまった、うん、もし沖縄に行けたらみんなに会いたいな、うん、南には絶対会ってもらうもんね、会うよ会うよ、ついでにダブルフェも会えるといいね、ついでって言われちゃってる、何のメッセージか分からなくなったねとにかく沖縄に行きたい、南大大大好き、あ、嬉しい、あ、いや、レンちゃんダブルフェも好きだよみんなこれからも頑張って、またねということで、めぐちゃんからいただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いや嬉しいよ、嬉しいよね、みなみには絶対会うって、絶対会おうね、うん、でも内緒で来ようとしてたんでしょ、うん、今知ったけど来れないって言ったよ、そうだねあの内緒で、そうだね、うん、内緒で来たらわからないね、わからなかったか、うん、そうだね、うん、あ、でも来れたらいいね、ねえ、待ってます、うん、ぜひぜひ、僕たちもね、うん、行く予定なので、うそ、え、そうなの、うん、あれ、あら、そうなの、見に行く予定ですよ、本番、あ、そうですね、スメージが入らなければ、あーはー、そう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 なの、そうなんです、レンちゃんは行くけどね、行く、うん、うん、レンちゃんは行くよ、ステージが入っても、ステージが入っても何よりも優先していく、 MC 入っても、 MC 入っても、あ、そっか、うん、うん、代わりにそっちでするさね、いや、ぜひ来ていただきたいね、ねえ、会いたい、会いたい、会いたいですね、
はい、ありがとうございます。ありがとうございま す、はい、じゃあ続いていきましょう、うん、こちらのチャービラ隊の方にいただきまして、あ、はい、ありがとうございます。ちょっと一言目がちょっとよくわかんないんだけど、いいですか、このまま読めますね。このままいきましょう、うん、買いません、ごめんなちゃい。はいさいはいさいはいさいさーい、ダブルフェイスのエータに、マヤさんに、レンちゃんに、ミナミちゃん、はい、私の推しライバーさん勢ぞろい、とてもとても感激しています。今日はこんな質問をしてみたいと思います。はい、お互い尊敬できたり羨ましかったりするところって一つくらいは多分あるじゃない。ドジなところだってあるじゃない、あるじゃない、うん、お互いに感じていることを私たちリスナーに教えてください、うん、これからもずっと4人を応援しているからね。ではでは、いつもいつもニフェーデービル、またやーたーい、またやーたい。あ、これタチンさんだ。あ、これ買いません、ごめんなちゃいってことは洗濯機の話かな。買わないんかい。買わないんかい。買わないんかい。そういうことか。うん、あら、つながってたね。つながってた今。伏線回収されたの。なるほどね。ルミルミさんのとつながってたね。つながってたんだね。え、結局買ったのかな買わなかったのかな、どっちね、もう気になってきた。ね、なんで買えたかな。でもこっちには買いませんって書いてあるから、ね、買わないの。でも洗濯機って高いよね。高いよ、高いね。10万超えるでしょ。うん、超えるよ、ね、超える、うん、でも私も買い替えたいんだよね。あら、タチンさん。私乾燥機付きがいいです。あ、乾燥機か、うん、相当いくなこれ。相当いくね。よろしくお願いしますね。電気も相当食うなこれ。あの洗濯機に引っ張られてるんですけど、あの中身何でしたっけ。なんか聞いてましたよ。あの、お互い尊敬できたり羨ましかったりするところって一つくらいは多分あるじゃないが一つ目、一つ目ですね、はい、あとドジなところだってあるじゃない、二つ目、はい、お互いに感じていることを教えてください。これは誰が誰の夢、これも4人であるじゃない、4人の、うん、俺がマーサーに羨ましいなって思ったりとか、あ、そうそうだね、尊敬してることとかってことでしょ、うんうん、そうだね、そういう、あ、いっぱいあるよな、それはね、うん、ありすぎるけどな、俺もいっぱいある、そう、うん、羨ましいなということもたくさんあるし、これをだから言ってほしいんでしょ、これ。だからその名前が言ってほしいんでしょ、だからそっか、そういうことだね、うん、そう、なるほどなるほど。じゃあ順番に言ってこ、そうだね、はい、俺マーサーのいいところで、この羨ましいなって思うところが、うん、やっぱりなんて言ってもこのあれよね、このイケメンスタイルだよね。本当か。なんでエイト兄ちゃんもめっちゃイケメンなのね。あ、違う、何言ってるわ。何言ってるわ。何言ってるわ。あれ、それはデビューしました。ちょっと顔の赤くなってるよ。赤くなってるよ。しかも何でもできる。何でもできないわ。で、から、で、いい体してるしね。いい。最高だよね。頭もいいし。あ、そう、羨ましいばっかりよ。もうすごい。でもそんな中でもドジなところとかあるんでしょ、やっぱり。マーサーはドジなところは、うん、たまに忘れ物をする。どんな、するする、研究所に T シャツ忘れたりとか、自分のカバン忘れたり、うん、携帯忘れたりとか、うん、それまずいね。それやばいね。たまにね、たまにね、たまに、うん、たまに、そう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 、うん、まあこれドジっていうか、まあみんなあると思うけど、うん、そうだね、うん、そうそうそう、1週間2回ぐらいはある。たまにかそれ。結構だな。まあまあな頻度だね。結構だな。車の乗って走らせて、うん、携帯が出て戻ってくるパターンが多い。うん、じゃあ結構あります。多分なんかさ、いろんなこと考えてるんだぜ。あ、なるほどね。うん、考えてからもう出発しちゃうんだ。気づいたらないんだ。そうそうそう、いろいろ考えてるんだ。である。あ、そうかもしれない。うん。うん、あ、じゃあ私行きます。はい。これは何、自分の相方に言うスタイルで行く？で、あ、いいんじゃない？うん、まあ誰でもいいけどね。うん、いや、みなみちゃんの尊敬するところはですね、いつも笑顔でしょ。ありがとうございます。うん、だからこの間さ、これ私たちの番組でもちょっと話したんだけど、ね、尊敬するところしかないのよ。あら、あ、どうしよう、うん、どうする、逆立ちした方がいい、毎回。あ、どうする。できないけど。いや、でも本当にみなみちゃんの人生論とか、うん、人生論、人生論、この生きていく上での自分のこの考えて持ってる価値観とか、はいはい、そういうところはね、すごい尊敬してますね、いつも。ありがたい。ただやっぱりドジっ子なので、はい、うん、昨日も携帯忘れてたね。あ、昨日もね、そうだね、うん、一回お家に戻ったね、うん、うん、で、二人して、道覚えないね。あ、道覚えないね、そうだね。そうだね、昔からそうだね、うん、うん、こっちだった？わからん、こっちじゃない、うん、行けるよ、大丈夫よ。
そうそう全然ね、うん、1年しか経ってないさ、レンちゃんって、うんうん、沖縄に来て、うんうん、レンちゃん頼りすぎてから横で、わからん、いけるかおいおい、みだり、みだりみだりどこまで指さすだけ、指さすだけあの辺、あの辺、あの辺っていうとこありますね、確かにね、うんうんうん、ありがとうございます、ジェミジェミがレンちゃんに、あのレンちゃんはでもだってね、このライバージャパンの社長とつなげてくれたのもレンちゃん、うん、あそう、もう17に出会ってこうレンちゃんが途中でみなみのフォローしてくれて、みなみどんな方だろうって見に行ってから、うんうん、急速なつながり方だよね、ブンって言ったの、ブンって言ったよね、ブンって言ったの、そうでレンちゃんが慌ててダブルフェイスと私に、うん、来てるよ、代表来てるよ沖縄にって、うんうん、すぐじゃもうカフェで会いましょうから、うん、私たちこうやって番組持てるようになったりだった、ね、したのは、うんうん、レンちゃんの行動力だね、この一目あってのこの愛嬌、うんうん、みんなが可愛がるようなキャラクター、うん、で仕事早い、うん、もう助かってます私は本当に助かってます、できる子できる子、よかった、うん、できる子、あでもどんなとこたくさんあるから、ね、どじんなとこ、あと目の前に食べ物置いたら全部食べちゃう、あそうだねそれ同時じゃないよ、あじゃない、あじゃない、それ同時じゃないよね、あじゃなかった、うん、ガチ食いやろ、ガチ食い、ガチ食いだけど小食なんだよね、うん、そうなんだよね、なんでかね、あそうなの、細かくずっと食べてるよね、そうそうずっと食べてるね、永遠と食べてるよね、細かくね、少なくずっと食べてる、そうそうそう、猫食いって言うんだけど、あそう猫食い、やっぱり猫型ロボットだから、あ、なるほど。なるほど。ああ、猫型ロボット、うん。なんだもんだいぼーく。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。はい、今さ、はい、うん、エタニーはね、やっぱりね、うん、もう人前に出た時のパワーがとんでもないっていうのは、うん、すげえなって毎回思うよね。思うよね。前までっていうかダブフェやる前は太鼓ばっかり見てたんだけど、うん、ダブフェでもね人前に出るとなんじゃこの人ってなんでいつも本番にこんな輝くってっていうパワーがね、うん、普段なんか稽古とかでも本番こんな人できるんだのにっていうのはある本番がすごすぎてね、本番すごすぎてね、いい意味でね、うんうんうん、できるやんっていうのがあーなるほど、多いです、ここはすげえなって思うかな、確かに、そのもうだからお家帰ったらすぐオフにするから、自分でどこにボタンついてるの、そう教えない、教えない、あ教えない今脇腹だったよ、脇腹だったね、ここら辺だったね、探しときましょうボタンちょっとダメ出しみたいでちょっと大変申し訳ないですけど、うん、あの本番めっちゃ良かった、この演奏、この歌い方、うん、これめっちゃ良かったから、これちょっと次もこんなしてできるって言ったら、どんなしちゃってたからめっちゃ多いわけよ、いいよ、いやこれをエンターテインメント、そうそうだ、感覚でしょ、そう感覚でやってるんでしょ、そうそうそう、あ私も一緒だから、そうよ、そうなんだ、全て感覚よ、全部が、だからもうあのファンの皆さんはなるべく見逃さないで、あそうそうですね、毎度毎度見ていただいて、あ毎回違うからね、本当よね、多分ワンセブン見てるリスナーの皆さん、あ歌い方変わったって、よく言われるね、よく言われるね、毎回思うんじゃないかな、で本人気づかないでしょ、そう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 あそうってなる、っていうことですね、たちんさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、洗濯機を買ってあげてね、そうだね、買ってあげて、そして、私の番、ああ、どうだろう、なんだ、オッケーオッケー、なるよね、合ってるね、合ってる、はい、行きます、はい、ダブルフェイスのエタニーにマーサー、はい、そしてダブルフェイスを応援している皆様、こんばんは、こんばんは、2人に出会えてよかったと心から思っている埼玉のゴーデイズ、ゴーデイズやばい、 FM 技能1でこれやるのとっても懐かしい、ゴーさんの、うん、南がこれをいつも読んでたからね、うんうん、あ FM 技能1の皆さんこんばんは、そういえばお久しぶりです、あそうだね、リスナーの皆さん、みなみです、元リューティーのそういえばリスナーの皆さんには一つ深刻なと思って、うん、だね、じゃあゴーさんのに戻ります、はい、元気ですか、そうですか、よかったです、えみなみじゃないよこれ、埼玉のゴーが書いてるんだよ、あなるほどね、一人で行って一人で完結しております、さてテーマがフリートのことで、うん、これと言って特にないのですが、うん、笑ってるし、笑いかっこ笑い、うん、勤務している会社が創立75周年で推薦された社員の記念動画を撮るという企画を水曜日に行いました、うん、もちろん沖縄&ラジオ一色、動画
動画監督のインタビューでは何ということでしょう。会社には沖縄営業所があるみたいですねって。今からでも沖縄に行きたいほどの沖縄好きだったら、沖縄営業所の方々もこのような方と仕事したいって思うかもしれませんねってナイスアシストをしてくれました。あ、もう沖縄好きをもろに出したってことね、郷さんがね。ああ、そういうこと、はいはいはい。それをこうアシストしてもらったってことね、動画監督のインタビューにね。うん、うん、ちょっと移住が早くなるかもしれませんね、爆笑って。爆笑。自分で書いてるから爆笑。ではでは、今日はこんなところでラジオ楽しみにしてます。千葉リオダブルフェイスって送っております。郷さん、ありがとうございます。いや嬉しい。郷さんもいつもねメッセージ送ってくれて。そう、郷さんがメッセージの解禁書。解禁書。そうだよね、解禁書。そう。おお、すごいね。すごい。ラジオラブだからね、ラジオラブだよね、本当に。どこの曲聴いても埼玉の子いるからね。あ、そうなんだ。いるよ、いるよ。そうなんだ。読谷と宜野湾は欠かさないんでしょう、じゃないんでしょうかね、郷さんね。小座もなんか小座も兄弟だからね、このギノワンさんとね。うん、嬉しいな。ありがとうございます、郷さん。郷さん、沖縄に来ないかな。来るよ。沖縄来ないかなっていうか、沖縄に住まないのかな。住む気満々だよ、本人は。本人はだって沖縄と結婚したいって言ってるんだから。沖縄と結婚したいって。うん、そうか。来るよ、いつか。郷さんだったらできるな。うん、計画があるらしいからさ。沖縄に住んでほしいね。ね、待ってます。はい、待ってます。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。ダブルフェイスとユンタク足場のコーナーでした。ダブルフェイスのチャービラ祭をお届けしています。続いてはこのコーナー、ダブルフェイスのアマハイクマハイチャービラソーイ。このコーナーでは素敵なゲストにさまざまなお話を根掘り葉掘り聞いて、その方の魅力を引き出すコーナーとなっておりますが、今回は南さん、れんちゃん、はい、ゲストに来ていただいておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ではではでは、メインの我々のこのコーナーなんですけれども、うんうん、もう初めてね、うん、17、うん、あのまだ見てないなーっていう方は、なんでこの兄弟番組持ってるのかっていう。あ、そうだね、うんうん、ラジオのリスナーさんってことよね、うんうんうん、からね、うんうん、ちょっとお話ししたいんですけども、うんうん、でそもそも、うん、この出会いというか、17我々が始めたきっかけ、南さんなんですよね。あ、そうですね、うんうん、先に南さんが17されてらっしゃって、うん、でそれで紹介していただいてね、うん、ちょうどコロナの時期だったんで、うん、そう、でそこからちょっとね、うん、配信をなんじゃこりゃと思いつつ進めていったら、れんちゃんの出会いはなんだっけ。私はもうあの福岡にいる時からあのなんだっけ、あの紹介していただいて、うんうん、でワンセブンライブ沖縄に移住したら始めようって思ってたわけ、うんうんうん、で、まあ、あの周り友達も誰一人としていないので沖縄で、うん、で、まあ、ポチッと配信画面何も右も左も分からずにつけたら、あの南ちゃん紹介していただいて、うん、沖縄同じ沖縄だよって言って南ちゃん紹介してもらって、リスナーさんに、それで南ちゃんのところ、あ、遊び行ってみようと思ってフォローして、そっから南ちゃんと出会って、うん、そう、そう、で多分私が告知したのかな、ダブルフェイスっていう、あ、そうだね、ユニットがいますって言って、それで見に行ったってなるんちゃう。それで多分見に行って、ギリの最初は、うん、私最初の2人の印象が全然違くて、あ、そうなんだ、あの最初見た時の2人のお顔の印象が全然違うのよ、今とってこと、今と、へ、あ、そうなの、そうだから今、うん、このダブルフェスの2人の顔と最初に認識してる顔が全然違って、うん、どういうことだ、分かんない、全く他人のように思ってる。でも夢工房の、うん、あの隣のテラスで食べ、うん、なんか待ってる時の配信を私初めて見たんだけど、あ、そうなんだ、そう2人がね、そうそう、2人が夢工房で配信してる時を見たんだけど、はいはい、うん、で一番最初に第一声私が声かけたのは、うん、みなみちゃんの旦那さんの義理のお兄さんですかって、あえたりにね、俺、僕に、
あって言ったつもりだったら、うん、多分それがまさ兄ちゃんだったみたい。あーあーなるほどね。そうそう全然顔似てないなと思って。なんか覚えてるぞ。本当覚えてるぞ。だからいやいや僕じゃなくてこっちですって言ってまさ兄ちゃんが画面にフェードインしてきた。うんうんうん覚えてる覚えてる、うん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 、覚えてる。それが多分一番最初。あなるほど。多分最初にそっか、うん、義理のお兄ちゃんが歌って、うん、いちごいちご後輩が弾いてますっていつも言ってるから、うんうん、マーサーが映っててお兄ちゃんですか。そう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 。なるほどね。なるほど。そうそう。はいはい、うん、覚えてる覚えてる。なあそっかあれレンちゃんだったね。あ私だったよ。ね。うん。繋がった。繋がった繋がった思い出したぞ。いや懐かしいな。うん、でも。ねでも1年経ってないんだよね。経ってないよ。経ってないよ。出会ってからあの時もうさ、3、4年ぐらい経ってるよね。だからよ不思議だよね。不思議だよね、うん、感じね、うん、1年も経ってないのにもうね長いね長い付き合いのように感じるよね、うん、ねなんでねこれなんでかね。まあでも1回まさ兄ちゃんと私コラボ配信あ2回どころじゃない1回どころじゃないね。そうだね、うん、何回かあのコラボ配信でさせてもらったりとかはして、うんうんだったね。そう、うん、なんかすごい漫画できた。最初の出会いがそっか、うん、それから出会ったんだレンちゃんと、ね、そうだね。でそこからなんやかんやアリーの、うん、でこの、ま、ラジオっていうか中身がさらに濃くそうだね繋がったきっかけあのさっき、うん、メッセージのコーナーでちらっと言った、うん、しんのすけさんと引き合わせてくれたやつ、うん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 、あの時もねレンちゃんのおかげでね。そうそうそう、うん、いやでもさ私はほらポッと沖縄に来て、うん、で沖縄でもともとずっとこの琉球芸能だったりとかさ、うん、あの音楽活動をされてる方々によいきなりさ同じ事務所だからといえ、うんうんうん、カフェ行きませんとか言うのめっちゃ緊張するわけ。そこを勇気をフリフリフリ絞って、フリ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 絞って、フリフリフリ絞ったよ。出てきてますね。言ったわけね。そうそうそう。なるほど。うん、もうすごいよね、どんどんね。うんうん、その時2、3回はしんのすけさん来てくれて沖縄に。そうだね。ちょっと集いがあって沖縄ライバーさん、うん、他の方もお会いしたりね。うん、そういう。縁を広げてる中でしんのすけさんがちょっと沖縄にライバージャパンプレゼンツ番組持ちたい、うん、ってなって、うん、ギノワンがダブルフェイス那覇が私たち、うん、ということでやらせてもらってるんですよね、うん、そうだね、そうだね、うん、面白いこと考えるよね。本当だよね、うん、そう、うん、いやその出会いあのねレンちゃんとのその、うん、きっかけもなければうちらもラジオしてなかったからね。そう本当そう思う。ありがとうねレンちゃんね。いやどんどんもらえばね。ありがとうね。いやもうみんなにもありがとうね。ありがとうね。出会ってくれてありがとうね。いやいやいやすごいね。FM 那覇で番組を持っている2人なんですけれども、うん、FM 那覇の告知を、うん、思いっきり FM 議論案でやっちゃいましょう。おこちらでね。そうだね。よーし。よーし。どうする決めてない。決めてない。決めてないけど。いやはい。あいや。ライバージャパンプレゼンツ、うん、レンチの南のチャービラ隊、はい、毎週木曜日夜8時からですね、うん、はい、78.0MHz Yes FM 那覇も言ったこれ今言ったけどもう一回よ、もういいね、はい、うん、あの毎週生放送でね、うん、お届け中です。はい、はい、でゲストをね毎週お迎えして、うん、はい、ちょっと先ほどもちらっと紹介したんですが、うん、はい、この沖縄から全国、うん、そして世界へ、はい、広げていこうという、うん、番組でございますね。そうですね、はい、うん、なぜか女性のゲストさんが多いという、ね、多いな、うん、あ、そうなの、うん、なぜか全然私たち女性限定でとか言ってないけど、うん、こう育児に関する食に関するとかいう、そうそう、すごい頑張ってるママさんがいっぱい来てくれる。そうで、あの結構タイムリーでいろいろ私たちが必要とするメッセージをくださるよね、うん、くださる、このゲストさんが、ゲストさんが別に悩み相談とかしてないけど、うんうん、あ、今その言葉すごい響くっていうのを言ってくれる、うん、だからすごい縁ってすごいなっていうのをすんごい感じてる、うん、ラジオで ね、タイミングと縁って本当にすごいなって思う、ね、うん、そうですね、うん、今回もねちょっとコンセプトは違うんですけど、我々の今までやってきたラジオを起業家さんを集めてトークをしていくっていう中で、
毎回毎回勉強になってね。そう、我々、うん、うちらもね、知らないことだらけなんだな。分からないことだらけよ、うんうん、確かに、うん、みんなしかも頑張ってるよね。めちゃくちゃ頑張ってる、うん、しかも若い子に、うん、なんかすごい多いよね。多かったね、うんうん、すごい若い子なのにこんなに頑張って、ね、活躍されてる方たくさんいて、うんうん、びっくりよ。しかもこんなね、沖縄でっていう、うん、沖縄で沖縄の方に向けて活動しているっていう方々がこんなにいるんだって、うん、だって普段ね、まあ、私も一応言うのはミュージシャンです。あ、私ミュージシャンなんですけど、はいはい、うん、忘れられるからさ今と、うんうん、でこの歌ってるだけじゃ出会えない方たちとかじゃ、うんうんうん、ライバーの配信してるだけじゃ出会えない深い話聞けたりとかするから、うんうん、本当にいい機会ですよね。うん、うん、本当に、うん、そう、いい機会、いい機会、いい機会をいただいております、うんうん、勉強になるしね、はい、ね、ほんとね、うん、ラジオって楽しいよね。楽しいよ。もう最初はね、わもうめちゃくちゃ緊張しまくってね。めっちゃ緊張したよ。だって原稿も読みきれんかったもん。読みきれんかったね。覚えてるよ。カチカチだったら、カチカチだったね。カミカミだったでしょ、うん、今日で何回目だったっけ。17回。17回。もうじゃあリスナーさんが一番感じてるはずね。そうかもね。かもしれないね。本当にちょっとだってこのチャービラ祭の、うん、初放送を聞くの私も緊張したもんだって。なんか、ね、もなんか、なんかね、頑張れ、あ、頑張れ、あ、頑張れ、あ、そうそう、みんなに言われた。うん、うん、みんなが緊張してたみたいな。そう、リスラジで聞いてたんだけど、みんなこう、あ、緊張するね。うん、わ、うん、かる、めっちゃわかる、ね、初放送聞きたくなかったのに。でも聞かんといかんからね。そうだね。どんな言って喋ってたかな。成長するためには聞かれていけないし。手震えながら携帯持ってたよ。だそうです皆さん。手震えてたって。アル中じゃないよ。そっちかなと思った。聞く側もちょっと手震えてたよ。うん、いや、慣れるもんだね。慣れるもんよね。本当に。どんどんね、会をこなすごとにね、うん、自分の気持ちの余裕も出てくるからさ、より楽しめるよね。確かに確かに、うんうんうん、キョロキョロできる暇があるもんね。そうこうやってね、うん、こう画面こう携帯とかスマホとかシナリオをガン見してたのが、そうそう、ちょっとなんか力抜いてこう、うん、周りのこの、うんうん、周りの方の様子も伺える。そうそう、しっかりこう人の話が入ってくるよね。うんうん、そうだね。緊張しすぎると何にも入ってこないからね。入ってこない、うん、人の話入ってこないよね。今なんて言いました。あーってなるからね、うん、え、今なんて言いましたって聞かないもんね。聞けない。初対面だもんだって、うん、そう懐かしいね、うん、私たちもね、うんうん、しかも生放送さ、あとちゃんも生放送なので、うん、僕たち一回も生放送したことないからね。結局ね。はい、本当だ、気づいたら。生放送枠を取ってくださったのに。ね、あ、そうか、そうなの、そうなのよ。もう毎週土曜日のあの時間はね、うん、もう絶対本番が入ってて。絶対そうだよね。そうなんですよね。土日ほど埋まりますからね。そこがちょっとね、残念な部分ではあったんですけど、うん、そうそう、うん、生でもまた楽しいのがあったかもしれないね。生の方が楽しいってみんな言うもんね。うん、うん、楽しいね、うん、楽しいね。一度はやりたかったな。いいよ、また生放送来ればこっち。あ、そうだね、そうそう、また呼んでよ。乗っ取りに来たらいい。乗っ取りにそれもちょっと真剣に計画しましょう。あ、OK。 いや、ぜひ、ま、呼んでくださいね。もちろんです、はい、うん、告知でも何でもしに来てください。そう、本当に本当に、うん、あと横で、ね、あぐらかいて見ときますから。あ、そうだね。ご飯食べながら見とく、うん、ご飯食べながら。マイク譲ってね。うん、そう食べるの好きだね。好きだよ、グルメだよ。なんでに金かかってないから、この体。高級品だよ。自慢しとるから。金かけすぎたんじゃねえですか。あ、もう何百万か、何千万、何億かかってるから。かかってるね、これは。だそうです、皆さん。勘違いしないで、高級品なんだから。私映像見てなくて、れんちゃんのこと知らない方はどんなことになってるんだろう。そうだね、想像してるはずよ。あ、そうだね。何で見てもらう。ワンセブンライブかな。ワンセブンライブとか、インスタとか。あ、インスタとかね。あ、そうだね、 TikTok とか。 TikTok とか、うん、TikTok はすごい可愛い顔してるんだよ、私。自分で言ってる。逆に見たい、逆に見たいよ。みんな気になってるかもしれないね。ラジオ聞いてる方は。そう、
見てほしいね、うん、映像を見ていただきたいね、うん、まずは TikTok から皆さん、あ、じゃあその、あのアカウントの紹介お願いしてもいい、うん、そうだね、か、うん、出るかな、うん、出してみて、急にごめんね、でもこんないいのかな、うん、TikTok なんかあれ披露してね、いいんじゃない、ワンセブンライブももちろん見てほしいんだけどさ、うん、アットマーク FKOK 数字の2、はい、はい、全部小文字でございますね、はい、はい、インスタは、あ、インスタ、はい、失礼いたしました、インスタグラムですね、インスタグラムですか、少々お待ちくださいね、そこから興味持ってね、あのワンセブンに見てくれると、そうそう、インスタから来ていただければ、うん、うん、ぜひ、え、いいですか、リンクツリーみたいなね、そうそうそう、リンクツリー貼ってるので、うん、ワンセブンライブのも TikTok も飛べますので、はい、RCHI アンダーバー S 数字の2アンダーバー ART すべて小文字です、これさ、レンチノで検索して出てこない、あ、確かにインスタはさ、もうちょっとカットカットカットかい、カットカット、収録ですけどカットしません、しないそうで す, うです、全部小文字でいいのね、レンチノはあのひらがなよ、レンチノはひらがな、うん、ひらがな、ひらがな出るんだね、出るわ、途中でさ、今思ってたけど突っ込まんかったわけ、あ、そうなの、もうちょっと早く言ってしないかなって、じゃあすいません、あの南さんも、ね、SNS は何がありますか、はい、あ、私もですね、YouTube チャンネル2つやってまして、うん、私ね、インスタグラムは、はい、インスタグラム、フェイスブック、うん、多分ツイッターも、うん、ひらがなであらかきみなみで出てきます、あ、そう、ぜひね、もうみんな見ていただきたい、見ていただきたい、うん、YouTube はみなみ、うん、サンサン TV と家族でやってるテーファーチャンネルっていうのがありますので、うん、これも説明難しいからインスタで、そうだね、あらかきみなみを検索していただいて、それでリンクツリーから見ていただけると嬉しいです、うにげーさびら、お願いいたします、テーファーチャンネルめっちゃ面白いよね、あ、ほんと、うん、子供たちの自由っぷりでしょ豆まきの回超バズってるやん、あ、豆まきがすごいの、うん、なんでか分からんけど、うん、あの鬼になるやつ、そう、小芝居のやつよだいぶふざけてるやつ、あれ面白いよね、もうあれで、あのおかめさんの写真見るたびにもう娘たちが、うん、あれママいるよって言うから本当で私だって言うしかないって、はい、気になった方はテーファーチャンネルを見てください、はい、ください、よろしくお願いします、はい、ね、今後ね、うん、この17に、うん、TikTok から来ましたとか、あ、もういるよ、いるいる、あ、いるんだ、いるんだ、実際、へぇ、まあ、ちょっとあの一回きりになるそういう方が今後ねそうそうそう増えたらいいな、うんうん、ぜひぜひ皆さんも拡散協力よろしくお願いします、お願いします、お願いします、はい、ではですね、うん、まだまだ喋っていきたいんですけども、はい、これね、ちょっと自分が言おうかどうしようか迷ってることがあるんだけど、なんで、何言って、爆弾、うん、大丈夫、なんていうかな、まあ南さんなんだけど、お、私、うんうん、めちゃくちゃ感謝してて、あら、 ありがとうございます、ほうほうほう、あの普段は、うん、とこっぱし恥ずかしくてラジオで言うの、あ、なになに、これは爆弾、絶対に出て、爆弾、なんていうか、この自分がこの芸能をやるきっかけ、はい、で流星に流星やるきっかけ、うん、で今回のこのワンセブンのきっかけ、うん、で自分のこれ人生の転機だわけ、おー、うん、そのもうこのハイバル高校に進学して、うん、全く芸能に興味なかったんだけど、うん、あ、やったらいいさっていう一言、うん、南さんだ、あ、そうだった、お、うん、あ、でもサッカーの格好で来た少年がいて、はあ、そう、見学に来ましたって、あの時部長だったので私、そう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 、なんで別に未経験でもいいよ、うん、入ったらいいさって言ったはず、で、うん、で南さんも昔ね一緒に流星大工やってて、うん、南さんが先に入ってて、うん、自分もやりたいんだけどって言って背中を押して、うん、押してくれたのが南さんだ、うん、おお、本当だね、まあ細かいのめっちゃいっぱいあるんだけど、うんうん、ザーッと突っ飛ばして、うん、17、うん、やらんって言ったのも南さんだし、うんうんうん、この3つは人生の切り替わりだわけ、自分の、あ、そうなんだ、なるほど、もうこの、まあ、最近の17ってもう人生だいぶ変わったでしょ、うんうんうん、変わったよ、変わった変わった、で自分もなんだけど、うん、もうこの3つはもう絶対忘れ
られなくて、そうだったんだ、うん、それに関して他にもいっぱいあるんだけどもう本当にそれがねもうずっともう感謝の気持ちいっぱいで、あ、なるほど、ありがとうございます。なんか涙うるうる回ですか、今日は。何知らんかったこのね、うん、飲んでる場でも行ったことなくて、うん、そう初めて聞いたかも。いやでもこういう時はシラフでちゃんと言った方がいいよ。そうよ、ね、そうよ、ね、誰だ君は思ったしお母さんか、お母さんせっかく4人いるのに自分の話してもどうしようかなって思ったんだけど、うん、この機会だし、まあ、よかっていうことで、あらあらららら、本当に本当にみなみさんには感謝しています。ありがとうございます。もうだって獅子もできない、うん、A さんもできない、うん、三振は何っていうぐらいのサッカー少年の姿できたからね、仮入部ね。そうそうそう、めっちゃサッカー部じゃないの君って言ったもんね。え、サッカー部じゃないのって言ってから、あ、いいですかね、来ても、あ、どうぞどうぞみたいなっていうのを覚えてる。のめり込んで、この芸能にどんどんのめり込んでいくマーさんもずっと見てますね。そうそう、自分が全く何も弾けなくて何も踊れないのも全部見てますね。そうだ、見てるし、けどいろいろ背中を押してくれたのはもう南さんで、あら、いつの間にか押してたんだ自分は押されてた。でもう、うん、まあ、南さんの旦那さんも、うん、まあ、アーキーということで、うんうん、もう大親友なので、多分これから一生のおじいちゃん、うん、おばあちゃんまでのもう一生の付き合いじゃないかなと思うし、うんうんうん、もうずっとこの感謝の気持ちはもう絶対忘れることができないなっていう話でした。ありがとうございます。なるほど、めっちゃ嬉しい。いやー、すごいいい話だね。いい話だな。だティッシュ後ろにあるよ。鼻水そう、いやー、もう本当にね、うん、2人とも本当にありがとうね、いつもね。いやー、いつもありがとうございます。はい、ということで、うん、そろそろね、エンディングも大丈夫、2人続いて、2人も結びなの、大丈夫、え、本当に今日そ今結びだよ、もう、そうなんです、ラストなんですね。そうなんです。もう僕たち最後のラジオなので、うん、皆さんね、本当にね、あのリスナーの皆さん、聞いていただいている皆さんもね、本当にありがとうございました。本当にまたラジオすることがあればね、うん、また聞いていただけたらと、うん、思います、うん、ではちょっとね、ここで、コラボ企画そうですね、なので、うん、一旦、うん、17の、うん、あ、はい、オフにしましょうね。音声をオフにしていただいて、キーワードを発表したいと思います。はい、今17オフになりました。音声オフになりました、はい、では今週の最後のキーワードです、うん、はい、発表します。かです。うん、かきくきこのか、よろしくお願いいたします。これは、どちらに送ればいいの？これは私たちのチャービナタイの LINE アットの方に、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、で、今4つのね、番組全部、今全部のキーワード出たんですけど、うん、並びを気をつけるんだ、タイタリ、そう、並びを気をつけないと、うん、ダメです。ダメですね。言葉がね、ちょっとわからないかもしれないけど、うん、なんか頑張って並べてください。そうそうそう順番ずつね、うん、そうだね、うん、順番ずつ聞いていた順番、順番で並べていただけたら、うんうん、ね、ちゃんと言葉になります。はい、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、で、これ締め切りが、うん、明日の、違う、今日の、あ、放送日の今日の、放送日、今日だからね、放送日、そうか、うん、今日の24時、はい、そう、28日24時まで、うん、今日、あー、皆さん、そう、今日までですよ、急いで、よろしくお願いいたします、うん、はい、氏名、連絡先、うん、住所、キーワードを添えて、チャービラッタイの公式 LINE の方に、はい、はい、この公式 LINE どうやったら探せるかな。あー、そうだね、レンチのみなみので、うん、検索してもらおうか。そうだね、これは LINE で検索する。あーっとね、とね、普通にブラウザ、ブラウザ、ブラウザ検索でレンチのみなみっていうのひらがなで打つと、うん、FM 那覇さんのホームページ出てきて、うん、そこに貼られてます、うん、はい、LINE アットのリンクが、はい、じっくり見てみて皆さん、うん、それでポチッと押すといけるので、はい、なるほど、はい、そこにコメント、あの、メール送る感じでね、そうですね、 LINE 送る感じで、 LINE を普通に送ってください、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは
本日はこれにて結びとさせていただきます。ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのチャーブラサイ、お相手はダブルフェイスのエイちゃんとマーサーとミナミーとレンチナでした。我々ダブルフェイスとはまたどこかでお会いしましょう。またやーさーい。Wala di, wala di, wala di.